いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めますファンファン君のハートをフルスロットル輝けセンシティブなビブラート勇気すばる可愛さとあざとさの狭間で揺れる弟キャラ霞朝日正統派王子様は意外に熱血ストレート五十嵐望クレバーに刻むクールなステップ平かなた僕たち M4 のレギュラー番組ファンファン君のハートをフルスロットルさーて今日のファーストステップはまずはトークコーナーだよなんか信じられないね痛いよゆめちゃんね夢じゃないでしょ頑張った結果でオファーが来たんじゃないそこは自信持っていこうよそう思いたいけどこんな人気番組に出られるなんてやっぱり夢みたいだよでも出るからにはアイドルとしてしっかり結果を残さないとそうだね一緒に頑張ろうねうんスバルキュンようやくこの時が来ましたわ夢は見るものじゃ叶えるものだよ輝きたい衝動に素直でいよう Sunshine もし君が立ち止まり迷う日は瞳閉じて心の声を聞いて諦めないそうな私たちの出番はトークとクッキングそれと歌のコーナーか S4 もそうだったけど M4 の番組もまさにアイドルの王道って感じだよねうんねえもしも私たちがレギュラー番組を持てるとしたらどんなコーナーをやりたい私だったら世界の美味しいお菓子を食べ歩く旅のコーナーなんかどうそれから世界の美味しいお菓子を発見するコーナーとかうんうんお菓子ばっかりだねありゃ飴食べるありがとうそういえばあの子も一緒に出演するんだよね前にドラマに出演した劇組ホープの子ああ、アコちゃんねやりましたわ憧れのスバルくんと共演にゃー私の心のデータベースにはスバルくんの全てが記録されているんですわスバルくんの好きな食べ物はライブの時歌のパワーになるからバナナええー、もちろん知ってますわ好きな色は抜けるような青い空の色スカイブルー映画はやっぱりアクションでもたまにホラーなんかも怖いもの見たさで見ちゃう本は断然 SF これでトークのつかみいえスバルキュンのハートはわしづかみ間違いなしですわ楽しみにゃそういえば二次の夢あの子も一緒だったんですわこれやるよわっ危ないでしょあの子だけには絶対負けたくないですわさて
気合を入れて衣装選びですわ。いよいよ本番だね。おはようございます。久しぶり、あこちゃん、今日はよろしく。何？二次の夢、あなたには絶対負けませんわ。ん？はい。や、久しぶりだな、デカリボン。あ、山口さん。今日はよろしく頼むね。よろしくお願いします。よっ。わ、M4 全員揃ってる。ゆでたこ、今日は料理コーナーがあるから間違って調理されんなよ。もう、その呼び方いい加減にやめて。さおためあこです。今日は一生懸命頑張らせていただきますわ。よろしくお願いします。張り切ってるな。よろしく。あこだっけ。はい。さっきと全然態度が違う。だね。まあバラエティ番組だからあんまり緊張せずに楽しんで。じゃあ後でね。しっかりやれよ、ゆでたこ。ビー。5分後に打ち合わせだから。はい。よし、スバルキュン名前覚えてもらえた。あく、あく、あくにゃん。何を見てるんですの。相変わらず可愛いなって。基本的にはこの台本通りに進行していくからね。たまに脱線したりするけどね。特にスバル君はさ。しねえよ。スバルキュン。そう、私がこの学園に入学したのも全てはスバルキュン、あなたに会いたかったから。そんな憧れのスバルキュンとの距離が今こんなに近いなんて。何かな。この何も書かれてないところは何ですか。ああ、そこはフリートーク、自由に話してって意味だよ。あとフロアディレクターさんはこんな風にカンペを出すことがあるから、それにも注意してね。もう知ってると思うけど、ランプがついているカメラが俺たちを撮ってるからな。知らなかった。はい、わかりました。とはいえあまり緊張しないでいいから。お前の面白話で笑いを取ってくれよな、ゆでたこ。だからゆでたこじゃないし。え、じゃあ何、すだこ、たこ焼き。なんでたこ。かわいい。皆さんこんにちは。僕たち M4 がお届けするファンファン君のハートをフルスロットル、今日は四つ星学園女子部の新人アイドルをお迎えしています。よろしくお願いします。そうだな。じゃあまず最近夢中になってること、虹野さんは何かある？私ですか？私は最近バナナにハマってますの。え？バナナって果物の？ええ、バナナはスタミナの元なんですよね、スバルくん。あ、そういえばスバルくんしょっちゅう食べてるよね、バナナ。だってバナナ食べるとパワーが湧くんですよね。私もそうなんですわ。へえ、そうなんだ。じゃあ今度から僕も食べようかな。桜庭さんは最近面白い本とかない？そうですね、読書は断然SF ですわ。スバルくんも SF 好きですわよね。おう。映画はアクション、たまにホラーって感じなんですわよね。うん。君、スバルくんのことよく知ってるね。たまたま読んだ雑誌にインタビューが載っていたのを、たまたま読んだだけですわ。ん？だから、そういえばこの前バレーボール世界大会のオープニングセレモニーで
新曲を発表されてましたね。そうなんだ。あの新曲はチームの団結をテーマにした歌だったから。あ、誰かバレーボールやってた人いる？はい、私小学校時代バレーボール部でした。そうなのか。練習一日も休まなかったことが結構自慢なんです。一日も？それはすごいね。だから怠け心が出た時は部活のことを思い出して頑張ろうって思ってます。虹野さんの元気の元は小学校時代の部活にあるんだね。人は見かけによらねえな。で、どういう意味ですか？意味も何もまんまだけど。もう。またしても邪魔を。虹の夢。10分休憩します。その後クッキングコーナーに参りますので準備お願いしますね。おい、何ですの？お前さ、スバルの大大大ファンなんじゃね？はあ？わかりやすけど、ちょっと舞い上がりすぎだ。あっち側にいるときは俺たちみんな同じアイドルなんだからな。あなたが何をおっしゃっているのか全くわかりませんわ。さーて、お待ちかね、クッキング対決のコーナーだよ。いつもは僕たち M4 が2チームに分かれて対決するんだけど、今日はゲストのみんなにクッキングしてもらって僕らがジャッジします。どんな料理を作ってくれるのかとっても楽しみだな。早速くじ引きでチームを決めるね。どうぞ。じゃあ早速行ってみよう。クッキングスタート。何を作ろうか。ちょっとお待ちになってください。脳内データをフル稼働していますので。スバルくんの好きな料理。カタ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 。ちょっと大丈夫？ピンポン。スバルくんの大好きな卵料理を作りましょう。いいね。で、何を作る？オムレツは私に任せてください。あなたは卵焼きをお願いします。両方とも卵料理ってこと？ええ、もちろんですわ。わかった。スバルキュン、あこのふわふわオムレツ楽しみにしていてくださいね。どうしたの、スバルくん？なんかゾワッとした。ゆめちゃんの手料理を食べられるから。バカ言え。あいつまた突っ走んねえといいけど。卵よ卵よ卵さん、どうかふわふわになってくださいな。どうかしましたか？火力が強すぎて卵焼きが焦げちゃって。どうしよう。もう一度私の脳内データベースをフル稼働させますわ。卵サンドにメニュー変更ですわ。できた！できた！では試食タイム。手巻き寿司か。自分で具を巻いて食べるんだな。スバル君にお寿司を作らせるなんて手抜きもいいところですわ。きっと私たちの勝ちですわね。だといいね。って、スバルくん、具を入れすぎだよ。うわ、なんか小学校の遠足の味がするよ。どんな味だよ。でも美味しい。っていうか、最初は違うものも作ってたんじゃなかったっけ？では、判定は？ということで、同点でした。
よかった、引き分けだね。いいえ、負けましたわ。卵尽くしって、お前さ、あれ、スバルのための料理だったろ。ほんとあいつのことしか目に入ってないんだな。いけませんの？あのさ、お前、何のためにアイドルやってんの？スバルのためにアイドルやってんの？本当にそれでいいの？あと残ってるのは歌のコーナーだけだな。私失敗しちゃって、だから勝てなかったんだよね。別にあなたが謝ることはありませんわ。え？私が卵にこだわりすぎてたのかもしれません。次は歌のコーナー、気持ちを切り替えていきましょう。うん、そうだね。あー、でも私緊張して口から心臓が飛び出しそうだよ。うそういう時は大きく深呼吸して、いつも普通に歌っている時のことを頭に思い描くんですの。うん、やってみる。はあ、あ、本当だ。でしょ。いつも大勢のお客さんの前でお芝居ができるなんて尊敬しちゃうな。さすがアコちゃん。あ、アコちゃんって呼んでいいかな。別にいいですわ、小春。え、アコちゃん、ちょっと外の空気を吸ってくるね。まだ緊張してるんですの？ううん、もう大丈夫。あ、台本。私はスバルキュンのところばかり読んでた。あ、これ。あの子、ちゃんと準備してたんだ。それに比べて、私は。私、何をやってたんですの？しましたわ。あちゃびっくりしたのはそのことじゃなくって、あなたがちゃんと準備していたことですわ。いよいよ歌のコーナーですわね。うん、頑張ろうね。そう、私は私のために歌いますわ。アイドルとしてステージに立つ。ちょっと準備してきますわ。なんか雰囲気変わった？うん、よし、私も負けないように頑張ろう。さおためあこ、輝いてまいりますわ。
れがあの子の本気？スイッチが入ったな。お疲れ。お前の歌なかなか良かったぞ。あこちゃん、ステージ良かったよ。何行きやすく呼んでるんですの。まだまだ勝負は終わってませんのよ。スバルキュー、ごめんなさい。ようやくアイドルっぽくなったんじゃね。あなたに言われたくないですわ。四つ星学園ニュース。今日一番印象に残ったステージを特別に M4 の結城スバルがお届け。夏だーって感じの明るいビーチのステージに元気をもらったぜ。幹部のお仕事をお手伝いすることになっちゃった。ゆめちゃんのドレスメイク講座なんてね。